その通りだわ。そんなこと心配するなんて、おかしいわよね。着くぞ、登場だ。トリッシュ、トリッ、なに、トリッシュ。ジョルノ、すまないがそこの水を取ってくれないか。喉が渇いたよ。それと気をつけた方がいい。僕たちは今島に上陸してはならない。ボートにて待てと命令されているんだからな。ええ。あれ、あれ、食ったな、ミスター。返せよ、地獄じゃ。口の周り何つけてんだよ。え、は、何が、あだ、ふざけやがって。だが、いつの間に頬張りやがったんだ。ん、そういえば、礼言ったっけ、ジョルノ。言ってないよな、水取ってもらって。何か奇妙だ。何かわからないが、変な雰囲気だ。ノエキ様、島に上陸してはならないというボスの命令を何だと。え、普通じゃない。しかし待て、ブジャルティ、何かただならぬことが。どこだ。くれ、スティキーフィンガー。柱の影にいたのは俺だ。これは何が起きて。選別代わりに見せてやったのだ。最後だから教えてやろう。お前がたった今目撃し、そして触れたものは未来のお前自身だ。数秒過去のお前が未来のお前自身を見たのだ。これが我がキングクリムゾンの能力。時間を消し去って飛び越えさせた。こいつ、腕をあえて固定しようとすると、スティッキーフィンガー。しかしキングクリムゾン、すぐに。読める、動きの軌跡が、未来への動きの軌跡が。キングクリムゾンの能力の中では、この世の時間は消し飛び、そして全ての人間はこの時間の中で動いた足跡を覚えていない。空の雲はちぎれ飛んだことに気づかず、消えた炎は消えた瞬間を炎自身さえ認識しない。この世には結果だけが残る。時間の消し飛んだ世界では動きは全て無意味となるのだ。そして私だけがこの動きに対応できる。お前がどう動くか全て見える。これがキングクリムゾンの能力だ。チャンスは無意味ではない。動きを予想するというのなら、俺もすでに読んでいたぜ。あんたが下水管に落ちるより早く能力で脱出するだろうことはな。今だ、スティッキーフィンガー。キングクリムゾン、
キングクリムゾンの世界では無意味な行為であることに変わりなかったら喰らえ。ここまでだ。攻撃しようとしたのはあんたではない、この柱だ。閉じろジッパー。何故。やはりあんたの能力無敵だが、動きを読めるのは短い時間だけらしい。先を読んでいない。時間の先を。俺の未来の動きを読んでみろボス。これから数秒後の俺がどう行動するか、時間の先を見てみるがいい。すでに一階に登ってる俺が見えるはずだ。やはり私の目に間違いはなかった。光と影、表と裏、二重の人格。この秘密がある限り、人の死があなたを幸福にし、その映画は廃れることがない。なんて美しい手相なんだ。こんな手は初めて見た。あれ、おかしいぞ。急におかしくなった。この手相、寿命が全然。なるほど。これは俺の手でした。いつの間にか。キングクリムゾン、よく見て予知するのだ。10秒ほど時間を飛ばした未来の動きを。鳥だ。画面と同じに鳥が飛んだぞ。今見えました。エピタフの10秒後の画像に溶け込んでいた。いたぞ。動いた。何。大変だボス。10秒後俺の首からハサミが。落ち着けとピオ。お前が死んだ姿ではないのだろう。リゾットは組織の誰もが見つけられなかった暗殺者だ。多少のダメージは覚悟するのだ。畜生、分からなかった。ボスにどやされるぞ。姿が消える方法も謎だ。しかしこのダメージ、足に力が。これはどうした。ドッピオ、そして鉄は人間の中にも当然ある物質だ。奴の攻撃を予想しておきながら。もう時間切れだ。ドッピオ、今度の攻撃で終わらせろ。リゾットの動きを画面で予想するんだ。すでに見てます。リゾットは右側から回り込むように向かってくる。そして消えるぞ。見えなくなる。まさか。何が見えるんだドッピオ。何が見える。わし、何言ってんだ。よく聞こえないぞ。すぐに鉄分を戻すのだ。リゾットネーロ。一人では死なねえって言ってんだ。エアロスミスでぶっ飛ばされた肉片の中には、俺の体の飛び散った中には、今度は俺が利用する番だ。エアロスミスを喰らえ。なんだエアロスミスが。俺のエアロスミスにくっつけてやがった。キングクリムゾン、時間を 0.5 秒だけ吹っ飛ばした。その時間内のこの世のものは全て消し飛び、残るのは 0.5 秒後の結果だけだ。
弾丸がお前に命中するという結果だけが残る。見事だリゾットネーロ、誇りは失わずに命を絶った。たった今時間が飛んだぞ。ベネチアの時と同じだ。いつの間にか僕らは階段を登っている。これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ、ジャンピエール・ポルナレフ。貴様は、お前が地獄の下にいればその矢を何に使おうと、もう何も問題はない。そこだ、シルバーチャリオット。衰えてはいないのか、そのスタンド力。そして勉強したようだが、時が消し飛んだ瞬間、血の雫で見分ける方法。希望だけは守らなくては。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングカレムゾン。これで時が再び刻み始めるとき、お前は血の雫の数が見えない。未熟な俺の過去を、この時点で俺は乗り越えた。くらえ、時は再び刻み始め。なんだこれは。矢がスタンドを。何か分からんが、くらえ。トリッシュ、あんたは最後まで守り抜くぜ、俺たちが。ならんちゃ。ミスター、念のためだ、両足にも打ち込め。おいトリッシュ、弾丸はおめえの方だ。全部くれ、ブーツの内側に入ってる。ええ。もたもたすんなよ、早く弾丸をくれ。ミスター飛んだぞ、今時間が数秒。ああ、弾丸が転がっているのに落ちた音一つしなかった。やられる。お互い近づいたら。攻撃されるぞ、全員固まるんだ。時を飛ばされ。ミスター撃て、絶対に先に行かしてはならん。もたもたするな、自分の体だと躊躇している場合ではない。違う、もう撃ってるぜブーチャラティ。すでに6発撃ったらしい。奴は時を消し飛ばしながら走ってる。弾丸のコースは予知されているんだ。引かなくてよかった。もし逃げていたなら、この余地を見ずしてやり過ごしてしまうところだった。このキングクリムゾンエピタフの意外な余地を。見えなかった、今の奴の攻撃の瞬間が。だが今の攻撃予知はできた。今完全に食らわなかったのは、俺の手に穴が開くのが予知できたからだ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。キングクリムゾン、我以外の全ての時間は消し飛ぶ。見える、こいつのスタンドの動きが。何をしようとしているのか完全に。予測できるぞ、
このカスどもの動きだ。ゴールドエクスペリエンスの攻撃はこれで完全に封じられた。数秒後時が開始してもお前の目はもう再びこのディアボロとキングクリムゾンを見ることはない。真実の頂点はこの我が能力にある。やった、勝った。一瞬早いのは俺の方だ。イオチはこいつの心臓を完璧にぶち抜いているぞ。未来は我がキングクリムゾンの動きを選んでくれた。終わった。